こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、スピアネットの利用方法がですね、変わったんで、変わったってことじゃないんですけどね。今まで、発送伝票を1枚入れればよかったんですけど、これ2枚になります。それだけです。ただね、スピアネットから通知来てて、こういうのってね、結構見落としがちですし、足んないとね、コピーすりゃいいんじゃねえのという気もするんですけど、もう1枚起こせという連絡きっと来ると思いますので、2枚にして、入れて送ってください。おそらくね、途中でなくなるとか、もしかしたら、1枚貼っつけて1枚そのまま入れとくというね、形にするのかなという気もします。何しろね、Amazon の方はね、これね、1枚でいいと、中には納品書も何もいらないという割には、当然この発送伝票以外にね、これを貼るんで、これが剥がれちゃったりってこともあると思うんですよね。その時にね、どうしてんのかなと。ね、で、受け取りのミスも結構ある。納品書なくして、発送伝票ね、1枚中に入れとけという方がいいと思うのに、なんでそれしないかねという気がするんでね、多分これスピアネットの自主対応で、1枚予備を入れとくんじゃないのかなという気がします。何しろ、今後はスピアネットを使う場合は、1枚じゃなくて2枚入れると、ね、いう形で指導が来てますんで、これを守ってください。納品方法等についてはですね、Amazon の方であんまり意味のない機能とかね、開発して、例えばというか、もうそれだけが一番のネックなんですけど、一つの FBI でね、何箱か送れるというサービスがあります。これは使っても全然メリットないです。メリットないどころかね、受け取りミスが起こるだけなんで使わない方がいいです。そういうのもありますんで、納品方法で疑問が出てきたりね、あるいはこれでいいのかなと。これでいいのかなというか、初めのうちはね、納品方法をこれでいいんですかと確認しながら進めていってください。間違えると、荷物がね、送り返されたり、そのままね、捨てられちゃったりしますんで、そうなると、ね、へこみますよね。せっかく送って、高い送料、仕入れして高い送料払って送ったのに捨てられちゃったとかね、ちゃんと受け取ってもらえてなくて売れてないというのはね、やっぱり当たり前ですけど、ない方がいいんで、初めのうちというか、トラブルがあった際はご相談ください。初めのうちね、これでいいのかなという時もご相談ください。すいません。これでいいのかなというか、初めのうちは、こうしますというのをね、ご報告ください。なんか問題があったらね、お知らせしますというか修正しますんで、納品は何しろ分かりやすく間違えられないように納品しないとね、Amazon のシステムを作ってる人と実際に作業してる人のね、能力の差が結構ある気がします。システム作ってる人は当然頭がいいんで、これはね、猿でもわかるだろうというぐらいのつもりで作ってるんでしょうけど、実際に作業してる人はね、システムを作ってる人に言わせると、猿以下の能力しかないということが多々あります。言い方がね、適切じゃないかもしれないんですけど、ぶっちゃけそういう、行き違いによる、トラブルというか、納品ミスがありますので、そういうのが起こらないようにですね、納品方法は、わかりやすく、ね、納品するというのを心がけてます。それは、また納品の際に確認してください。これね、結構ね、新たに余計な機能とかね、付けたりとかね、ルールを変えたりとかします。転送会社とか Amazon とかが。それによってね、やり方変わってますんで、初めのうちは確認しながら、トラブルが少ない方法で納品して、その方法を続けると。新しい機能がついてきてもね、あんまり納品に関しては、初めのうちは使わない方が無難であるというのを覚えておいてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。